はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はウイスキーの水割り、まあウイスキーですね、まあ、ウイスキーなのか、まあウイスキー、うん、です。これはローソンストア100で売ってました。ウイスキー水割りってアルコール度数 12% で、こっちもですね、なんか変わってるなと思って買ったんですけど、まあこっちもね、ウイスキー水割りって書いてあって、アルコール度数 12% 同じなんですよ。この黒いやつと黄色いやつで、何が違うんかなと思って両方買ったんですけど、どうやら違いが、一切ないんではないかと。で、容量が 180ml で、原材料名がモルトとスピリッツ、そして製造者もどっちも同じで、福徳長寿類長あ福徳町種類株式会社、うん、で製造所も、福岡県の、久留米市荒木町荒木、同じですね、全く同じです。多分パッケージが変わったのかなこれな、うん、多分どっちも同じ味だと思います。飲んでいきたいと思います。まあ適当にね、氷入れて飲んでいきましょうか。うわ、薄いな、さすがに薄い、この薄さや。完璧。あ、薄い。そして今日買ってきましたのがこちら、つまみコーンポタージュね。これ大好きなんですよ。以前の動画で言いましたけどね、これがね、超好きなんですよ、これ。コーンポタージュ味のお菓子でね、一番美味しい。うん。株式会社リスカ。あれ？あれ？これ、うまい棒の会社じゃない？あれなのかな？共同開発なのかな？うまい棒の、ヤオキンのさ、ホームページにさ、これ載ってたけどさ、あれなのかな、同じ子会社とかなのかな。もしかしてね、ヤオキンとこのリスカってやつは子会社なのかな、リスカが子会社なのかな。いただきます。うん、これね、味がね、濃厚、うん、かつ甘じょっぱい、うん、うまい、うん、うまこれ、うん、うん、止まらねえ。ちょっとヤオキンリスカ、リスカ違い、グーってみましょう。うまいはもう、うまい棒もリスカで生産しています。リスカとヤオキンは、それぞれ社長同士が親戚。はあ。で、某リスカ名義でなく、ヤオキン名義で売る理由はわかりません。確かヤオキンは工場ではなく、問屋なのです。はい。ちなみに元社員だったのですが、個人的意見を含む答えですって。はあ。あ、じゃあ、工場じゃねえんだ。はい。いわゆるヤオキンって販売会社なのかな？製造会社じゃないみたいな感じ？うん。ヤオキンのウィキペディアを見ます。あ、ほんとだ。ヤオキンで見たらさ、主な商品、うまい棒、製造はリスカって書いてある。ああ。うまい棒などの駄菓子を
販売していることで知られる、いわゆる販売会社だ。いわゆるさ、これだってさ、販売会社、これオエノンなんですよ。オエノングループでも製造者は違うでしょ。副特徴、種類株式会社ってとこ、だからそれの違いなんだろうね。自社で生産設備は持ってないだって。リスカや稼働が商品の生産を行っている。ああ、なるほどね。すげえ、ヤオキン従業員数たったの57人だって。マジかよ。売上高が2007年12月現在131億円、半端ねえ。なるほどね、そういうことか。ではリスカの、リスカ株式会社見ます。こちら茨城県の会社で、ヤオキンは東京都墨田区。スーパービッグチョコやハートチップルなど、トウモロコシを原料とするスナック菓子を中心に、チョコレート、ゼリー、菓子など、製造販売を行っている。で、なるほど。だそうです、うん、これ知らなかったね。うまい棒を生み出すとヤオキンが自社工場を持たない理由。ヤオキンは工場を持たないファブレス企業という側面をも合わせ持つ会社だった。ヤオキンはクオリティコントロールの役割を担っている部分が大きい。ってことは本来、まあ褒めるべきはリスカなのかもしれないですね。この味、うまさ。だって製造が、ね、この変わらぬ味を繰り出し続けてる。もううまい棒、発売して何十年になるかは俺も知りませんけど。これをほぼ変わりのクオリティで出し続けてるっていうことを考えれば、実にこのウイスキー水割りまずいな。なんだろうな。
だろうな、このウイスキー、なんか喉になんか、すごい薄いんですよ、全体的に、うん、薄いんだけど、なぜか喉になんか結構刺激が来るというか、こうスムースな飲み応えではなく、こう雑な味するね。ちなみに株価を見てみましょう。楽器の頃はね、株価なんて一切興味なかったですけどね、あの大人になってから株価のまあなんとなく分かってきたっていうより、まあ1ミリぐらい分かってきたっていう感じかな。なんだこれ。じゃあ、ヤオキン。ヤオキンでグーりましょう。え、なんでないの？あれ、ヤオキン、リスカの株価が。これリスか、これなんだこれ、 MRT 株式会社ってなんだ、書いてねえな、書いてねえってことはねえんだけど、なんなんだ、ヤオキン株価、あれヤオキンの株価出てこないんだけど、ググっても。どういうこと？もしかしてヤオキンっていうあれなんじゃないんだよね。株式会社ヤオキンだよね。あれ？株式会社ヤオキンだよね。あれ株価がねえわけねえよな。だってお前株式会社なんだから株価ねえわけねえよな。え、ググっても出てこない、なんでバカな。え、本当に出てこない、バカな。どういうこと？結構株って難しいんですよ。ヤオキン出てこないもんね。ヤフーのファイナンスっていう株式とか載せてる会社、あのサイトがあるんだけど、それでヤオキングググっても出てこないもんね。え、なんで？あ、リスカも出てこないわ。ええー。じゃあ試しに任天堂ググりますよ。あ、出ますね。任天堂は43,380 ですね。今だいぶ下がってんのか。
まあ任天堂は買えば間違いなく上がるレベルのもう買っとけ株ですよね、うん、ただしこれ株買うのにこれいくらかかるんだっけ、よくわかんないんだけど、俺バカだからわかんないんだけどさ、いくらかかるの、まず一株最低確か、あ、最低100株買わなきゃいけないんだよねこれね、株ってね、よくわかんないんだけど、最低100株買わなきゃいけないから 43,380円かける100だから400万、433万円いるっていうことか、一株持つのに最低で100株、最低で買うその株が最低100株だから、だから金儲けたいやつは結局金がいるっていう、そのね、わかるでしょね。でもね、めちゃくちゃ下がってる時もあるんですよ、うん、半分近く下がったあれがあるんだよね、これはいつだ ?1 年で見ると23,000ぐらいまで落ちてる時あるんだよね。2017年のね2月、多分一番最低ぐらいですね。2017年の2月ぐらいが一番今のところ、これは見ると最低でかなり低いです。2万4000ぐらいですかね。だから240万出せば買えた時があったんです。でその時に買っとけばもう簡単に言うと200万プラスになってるわけです。ただし、ボクチン。今現在、貯蓄が、貯蓄がね、マイナス1万というですね、伝説的な、貯蓄がね、現在、マイナスでございます。借りてるからね。金なさすぎて。本当に、あれだよな。金を増やしたいやつは金がないと増えない、みたいな。意味がわかんねえみたいな。だから資本がいるんですよ。でも資本さえあればこういう任天堂とかの株を買えば確実に伸びるということでしょうか。じゃあソニー株式会社4000、あれソニー安いぞ、えソニーくっそ安いんだけど、マジで4918円なんだけど、最低100株でしょ、俺これ買えないか、100株でしょ、40万いるのか、100株買うのに40万いるな。最低40万、50万ぐらいあれば買えるわ。これいいんじゃない ?40 万あれば買えるぞ。ソニーと任天堂ってこんなに違うんだ。はい、あ。思った以上に全然違いますね。意外と、ああでも難しいか。ソニーとかさ、任天堂はほぼ買っときゃほぼ間違いなく上がると思うんだけど、
ソニーでもやっぱ50万はいるわけだな。任天堂に至っては400万もいるわけだ。そんな金ねえんだよ。ちなみに俺が気になってる高原酒造は高原ホールディングス株式会社1130だから1万、10万円ぐらいあれば俺モテるわ。10万ぐらいあれば俺買えるぞ宝酒造これ欲しいんですよね。10万か。宝酒造のさ株欲しいんですよ。ただ10万もないんだよ。これあれな、な、あの、あれ、あ、なんだ、株のさ待遇、株式待遇見ます。株式待遇情報はありませんだって。マジかよ。なさそうです。なさそうです。でも10万あればか、あの高野の株買えるんだな。これ欲しいんですよね、本当に。うん。まあいいか。まあ後で、金ができたら買おうかな。あの、宝酒造を応援するっていう意味でも。コク、甘み、ないね。香りもないね。甘みなんて。香りまあわずかにあるか。まあこれはあんまりうまくねえな。まあでも100円で売ってるということを考えて度数が12% 考えればまあまあ酔いたい人向けだわなこれな。2123です。ご視聴ありがとうございました。